ました、たけし先輩です。今回はですね、シマノのチェーンについてお話をしたいと思います。ビッグブーリーをね、前回交換した時にチェーンリンクが足りないのでチェーンも交換しなければならない、いっそのことをアルテグラからジュラエースのチェーンに変えようと。それとね、価格差がないんですよね。ジュラとアルテグラのチェーンの価格差が1000円空いてなかったんちゃうかな。でジュラなんですが、こちら6000円税込みで6000円やったかな。何が違うかといえば、105のチェーンありますよね。105とアルテグラとデュラのチェーンのお話をしますが、105の場合はインナーリンクがシルテック、滑らかな加工をしてるんですよね。シマノのチェーンってシルテック加工がインナーリンクにされてるんです。105に関してはアウターリンクと、あとローラー部にはシルテック加工がされておりません。次、アルテグラですね。アルテグラグレード、前に使ってたグレードですね。僕がアルテグラグレードになりますと、インナーリンク、アウターリンク部にシルテック加工がされております。ジュラエースもインナーリンク、アウターリンクにシルテック加工がされてるんですが、一体何が違うのってことなんですが、実はローラー部にもこのジュラエースはインナーリンク、アウターリンク以外にもローラー部にもシルテック加工がされております。ピンローラーの部分が肉抜き加工されていて若干軽いらしいんですよね。確かアルテグラから比べても 10g ぐらい軽かった覚えてるんですよ。でアルテグラのチェーンのパッケージと両手に持って比べたら、心持ちなんとなくジュラの方が軽いです。走った感じなんですが、これは分かりませんアルテグラのチェーンもいいし、ジュラの方もいいしで、別にね、速度変わるわけでもないし、別に105からジュラに関して走りが変わるということはないと思います。105もアルテも両方使ったんですが、ジュラとそれほど変速性能が良くなるかってことでもないということですね。ただ一つ言えるのが、チェーンのね、耐久性、メンテした時に耐久性、汚れた時にメンテしたらやっぱり復活しやすいんですよね。新品の性能を発揮しやすいということなんですよね。アルテもなかなかいいんですが、やっぱり耐久性に関しては、あとメンテした時に新品の時になるべく性能が近づくという意味ではジュラエースのチェーンの方がいいと思います。価格がね、105からジュラのチェーン、そこまでね、めちゃめちゃ大差ないんですよ。日本って本当に国ですよね。カンパとかやったらすごい高いんですけどもね。このジュラのチェーンなかなかいいのでおすすめします。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。